せろ。よし、行くよ。出番ですかな。任せて。来たぞ、ジャイワールの本体だ。セザール、やっぱり今回も彼が軍を率いてるのね。ここは私が出よう。王子のセザール殿がいるなら話が早い。戦いを避け、和解を目指そうと申し入れる。交渉の余地はないようだ。こうなったら力ずくで王子様を止めるしかないね。おいら張り切って戦うぞ。ああもう、なんで私が巻き込まれなきゃなんないのよ。けどまあ、助けてもらった恩もあるし、どうしてもって言うなら付き合ってあげなくもないけどね。俺たちも覚悟を決めようぜ。セザールを説得して戦いを終わらせるぞ。そうね。そうね。舐めてると痛い目に遭うよ。あんたたち
本格的な軍と軍の戦いは初めてだろ。一つアドバイスだ。この辺りの地形に詳しくないなら、真っ先に地形を把握しておくことだね。超えた孤高の戦士オルネーゼ、さすがだ。なんと勇ましいことよ。我らオレンカも負けてはおれんな。行くぞ、進軍開始。オレンカをもおるかよの。ここまでたどり着けた褒美だ。わしが直々に捕まえてくれるわ。愚かなのはどっちだ。出張ってきた敵の指揮官を仕留めるよ。さあ、セザールと話をさせてくれ。あいつは何か勘違いしてるんだ。セザール様を呼び捨てにするとは。あいども、叩き潰してくれるわ。私たちは別動隊として動くよ。本隊とは別行動で戦うんだ。了解。本隊の先を進んで地形を調べたり、敵の待ち伏せを見つけたりするんだよな。あら、分かってるじゃない。ちゃんと戦術も勉強してるみたいね。Thank you.
く。これほど隠れていたとは。皆の者、迎え撃て。まずいぞ、あいつら王様を狙ってやがる。王様を守らなきゃ。でも魔物の扉もほっとけないよ。今は王様をお守りするのが最優先だ。隙を見て魔物の扉を止めに行くよ。ミッドの上にいる弓兵を叩くんだ。よし、行くよ。これで王様も進軍できるわ。頼むよ、行きな。開いたのはいいけど、どう考えても罠よね。けど行くしかないだろ。罠かもって注意していればなんとかできるさ。オレンカ王は待機していてください。私たちが中を確認してまいります。頼んだぞ。いったたたた、落とし穴ね。落とし穴の先に魔物の大軍とは。昔を思い出しますな。落とし穴で昔を思い出すって、おじさんろくな人生を送ってないわね。
よし、敵の戦力が分断したぞ。今こそオレンカ王を捕らえるのだ。まんまとやられちまったね。とにかく魔物をやっつけるんだ。出番ですかな。ピラミッドはワクワクしますなぁ。私の冒険心をビンビン刺激しますよ。オイラあんまりここ好きじゃねえぞ。なんだかカビくせえんだもん。ハハ、ガボ君、覚えておいてください。これもまた冒険の匂いってやつですよ。気をつけてください。床のスイッチを踏むと矢が飛んでくるみたいだね。足元に気をつけて進むんだ。Thank you.
ここから先は通さんぞ。一区機オレンカの者ども、覚悟しろ。こりゃ話を聞いてくれなそうだな。ふるさとの奴らと戦うしかないのかよ。よし、ここまで来れた運の強さは大したもんだ。それもこれまでよ。待てよ、話を聞いてくれ。俺たちジャイワールと戦う気なんて。黙れ。この王家の墓で貴様らを撃ち、その魂を捧げてくれるわ。ここまでか。セザール様、あとはお任せいたしますぞ。よっしゃ、俺大活躍だな。セザール、お前たち一体どうしたっていうの？なんでオレンカと戦争なんか。久しぶりだな、セザール。まったく、王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずか。ふん、4年ぶりだな。お前こそ何にでも首を突っ込む、その暑苦しさは健在のようだ。しばらく会わぬうちに少しは大人になったものと思っていたが、絶望的なまでに熱血バカのままだな。あ、熱血の何が悪いんだよ。お前だって本当は熱血バカのくせに、このカッコつけ王子。やはりお前には俺の美学がわからんようだ。ちょっと二人とも、いきなり喧嘩するのやめなさいよ。私たちはセザールを説得しに来たんでしょ。説得だと。なるほどな。お前たちはオレンカに味方しているということか。見損なったぞ。正義は我にあり。裏切り者には俺が引導を渡せる。そんな、セザール、話を聞きなさいったら。王子様は本気のようだ。こうなったらあんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。あいつ昔から一度怒ると手がつけられなかったからな。そっか、セザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。行くぞ。正義は我にあり。お前たちが相手だろうと手加減せんぞ。こっちだって手加減なしだぜ。絶対お前の目を覚ましてやるからな。ちょっと熱くなりすぎないでよ。けど本気でやるしかないのね。一丁上がりきっと。おのれ、どうだセザール、ちょっとはこっちの話を。ここまでか、父上。申し訳ありません。おーし、絶好調だな。